全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてやるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで、本日リリースしたポケモントレーディングカードゲームポケット、略してポケポケじゃな。このゲームは1日2パックまで無料で引けるというとても優しい設計になっているんじゃが、その2パックだけでは当然デッキを組むには足りないので、リセマラをぶちくりと終了させて、さらに課金して、その課金したポケゴールドでパックを引いていこうというふうに思うぞ。わしの課金限界までぐーっつりと引いていくからよろしく頼むんじゃな。ちなみにポケゴールドを購入する場合はこんな感じでね、金額が書いてあるんですけども、とりあえず14000円分課金させていただいたんじゃな。まずはこの14000円分ぶちくりと引いていくぞ。そして引くパックに関してなんじゃが、リセマラ段階で最強の遺伝子ミュウツーをずっと引いていたんじゃが、まだちょっとね足りないポケモンたちがいるので、引き続き最強の遺伝子ミュウツーをがっつりと引いていくぞ。ポケゴールドで時間短縮10パック開封やっていこう。さあ、拡張パックを開封できますということで、10パック並び散らかしていき、これをしっかりと引きちぎっていく。ピッピがチェー気持ちいい。そしてチュリネ、ビードル、サンドパン、イビからのマタドガスマタドガスじゃないんだよな。ちなみにわしが今欲しいと思っているのは主にラルトス、キルリア、サーナイトです。さあ、2パック目でサカキ、どうどう、ウール、なんでウール2枚入ってんだ。ふざけんじゃねえよお前。同じカード重ねて入れるんじゃない、一つのパックにな。なんかカモネギ、これ強いらしいな。これ3パック目じゃな。カモネギが1エネで40ダメージ出せるから強いって言われてるらしい。お、これレアカードあるんじゃな。榊だからかぶらせんじゃねえよお前、しょうもないんじゃな。おしゃれなゴールバット引いていく。違うんだよな。4パック目、ラルトスとキルリアをください、お願いします、頼む。不思議だね、かわいいちなみにマジで封入率がやばい。ポケカポケットはな、来い。フリーザーじゃないんじゃな。この枠でサーナイトが来るから、この銀色のね、だからちょっと期待したんじゃが、サーナイトは来なかったんじゃな。マジでね、このゲームは、おー光ってる。このゲームはリセマラマジで必須。ピジョットじゃねえぞお前、家族団らんしてんじゃねえ。一家ネズミかお前、一家ピジョットみたいになりやがったな。しょうもないんじゃな。うわ、これ外れだわこれ完全に外れだわ。逆にレアが結構重なってきてたからむしろアドなんだよな。8パック目、はい、レアカードはあるということで、ゴルバットじゃねえぞてめえ、そのでけえ口になお前、石ころ詰め込んでやろうかお前、しょうもないポケモンじゃなしょうもないポケモンを引いていくが、カモネギ強い、やべえもう10パック終わるんだけど。あ、でもレアカードあるから、おい、10パック引いてさ、EX ポケモンゼロって。まあ、しかもわしが欲しかった、ラルトス、キルリア、サーナイト、1枚も引けてない件について、がっつりと151枚達成したんじゃな。さらに180枚達成。で、10パック開封に60ポケゴールド使うから、まあ大体14000円課金して、100何十パックっていったところじゃな。引き続き、ポケゴールドを使って、で10パック開封じゃ。ちょっとね、早くパーツ手に入れてね、実はリザードンのパックも引かないといけないんじゃな。夏目っていうカードがリザードンのパックから出るんじゃが、そいつも必要なんで、ちょっと夏目のためにも外流かっこいいんじゃな。流星群、相手のポケモンがランダムに4回選ばれたポケモン全員に選ばれた回数かける50ダメージ。これ結構強いらしい。うん、エネルギーが水、電気っていうね、バラバラなエネルギーなんで、そこがどうなのっていう感じなんじゃが、強いらしいです、海流は。さあ、2パック目はレアカードが出ないでゆく。3パック目、終わってる。お前、コンパン連発で出すなよ。京さんです。ちょっと、終わってる。いや、本当にひどいな、封入率。これマジ、日本のソシャゲって感じするね。このカス封入率は。いくらなんでも、ほら、普通のポケカの方が封入率高いだろ。だって、箱買いすればさ、ね、V スターポケモンとか EX ポケモンとかさ、普通に引けてたわけでしょ？箱買いすれば。これ10連して、なんか、補正あるのかい？なかったらお前、普通のポケカのお前、箱買いの方がいいじゃろ、これ。やべえ、マジで。8パック目、やべえ。やべえ。お前、リセマラでいいカード引かせてさ、はい、リセマラしてからもう、あとはカスカードでいいよねっていう、そういうことじゃねえんだぞ。本当にしょうもないゲームじゃな、フリ。もう、フリーザーこんなにいらねえよ、お前。なあ、10パック目。終わってるガチで。これ、封入率どうなっとるんこのゲーム。やばいでしょ、お前。なあ。萌え豚用のゲームじゃないんだよ、このゲームはね。萌え豚がね、音楽ゲームやりながらね、ブヒブヒ言うね。ああいうゲームと違うんです。だからね、封入率を上げてください。本当に。ちなみに提供割合は、通常封入が 99.950%、レア封入が 0.050%。で、0.050%、このレア封入っていうのが、レアカードしか入ってないパックっていうことじゃな。うん。だから、あまり気にしなくていい。でも、4枚目のカード封入率で、こういうね、金色のやつ、これが 0.040%。まあ、この辺はね、カッコつけカードだから別にそこまで引けなくてもいいかなと思ってて、問題はこっちじゃな。EX1.666%? おい、ふざけんなよ。このミュウツー EX とか引かないといけないのにさ、1.666% ってお前マジ？まあでも、とりあえずミュウツーはリセマラで2枚引いているので、まあこのラルトスであったりとか、そこら辺引きに行かないといけないんじゃな。頑張っていくぞ。それじゃあ、これで30パック分買ったかな。うん。さあ、30パック分、ぶちこりと引いていく。頼むぞ。ラルトスはとりあえずよし。ラルトス、キルリア、サーナイトじゃな。これ、レアカード、ね、普通にピンで抜くの結構やばそう。種類が多いから、やばいやばい、ガチで。やばい、これ。キルリアとりあえず OK ね。多分、キルリア、ラルトス、これで2枚ずつ揃ったんじゃないかな。よし、とりあえず、キラカードを引いて、行け。彼から泣いてるね。お前、お母さん、死んじゃったのかな？かわいそうなんじゃな。またキラカード入っている。来い。不思議だね。これ2枚目じゃな。んで、終わっとる。ちな、まだ EX 課金始めて1枚も引いてない件について、このゲームやべえわ、榊。このゲームやばいよ、とりあえずレアカード、サーナイトください、サーナイト。ゲンガーなんじゃな。嫌がらせっつってね。嫌がらせしてんのはこのゲームですよ。わしに対してね。こんな課金してお前、全然いいカード引かせないっていう嫌がらせ以外の何者でもないじゃろ。しょうもないゲームじゃな。さあ、ポニータ、レアカードなさそうじゃな。終わっとる。こいく。おい、マジでやべえぞ、このゲーム。マジでやべえ。終わった。終わっちまったぞ、おい。マジ？みんな、このゲームは絶対リセマラしよう。リセマラしないと、お金がいくらあっても足りないんじゃなー。全国図鑑ナンバー250といえば、ホウオウ。心正しきトレーナーの前に七色の翼を光らせながら姿を現すと言われてる。こんなゲームやってたらな、心正しきトレーナーもな、心濁っちまうよ、バカがよ。考えたらわかるじゃろ。こんな課金してお前カスカードばっかり渡しやがって。心正しきトレーナーもな、こんなことされたらお前たまってらんないんだから、頼むぞ本当に。で30パック引いたんで次40パックまで引いていくぞ。本当にお願い、早めに終わらせて夏目を引きに行きたいから、サーナイトせめて1枚出ろ。サーナイト出てくれればわしは実質化し、マジで EX 引けてないんだけど。あ、なんか、いいカードあんじゃないのこれ。来たんじゃないのフリーザ EX 引いていく。フリーザ EX は、相手のベンチポケモン全員にも10ダメージで、バトル場に80っていう感じなんじゃが、霞っていうね、サポートカードが、水エネルギーを加速させるっていう能力を持っているので、それでエネルギーをブーストさせて吹雪で連打していくっていうのが、結構強いデッキらしい。さあ、とりあえずようやく EX を引けたが、うんちなんじゃのー。レアカードラルトス引いたからもういいよ。さあないとください。だからフリーザーじゃねえだろお前。このゲームさ、このレアカード引くのが一番難しいかも。3つダイヤっていうんですか、3つダイヤ引くの一番難しいかも。7パック目。おっと、これはいいカードなんじゃないのかい。頼むぞー。3枚目のミュウツー引いていく。ようやく EX が出るようになってきたね。8パック目。やっぱり確率っていうのはね、収束するもんじゃから。うわ、レアカードね。マジか。おい、さあないと引けないと、おま、これミュウツーじゃね？違うかな、ゲンガーかな。早速、ブチ。いやー、今のさあないとだったらな、来い！ゲンガー EX 引いていく。影の呪縛、このポケモンがバトル場にいる限り相手は手札からサポートを出して使えないということで、榊で威力上げたりとか、あと博士の研究で2枚ドローしたりとか、そういうサポートカードを使えないので相手に嫌がらせをできる、カードじゃな。ということで、これで40パック目が終了していく。じゃあちょっと引き続き50パック目まで引いていこう。頼むぞ、ピッピカチュー。神引き来い。いやー、なんでギャロップがこんなにかぶってくるんじゃお前。キルリアもう大丈夫でーす。もう絶対大丈夫になった、キルリアは。ラルトスも大丈夫。くっす。これ確定演出とかあるんかな。さあ、レアカードが入っていそう。そしてキラカード後ろにも入っているということで、ゲンガーなんだよな。くい。ポリゴンゲットじゃぞ。でもポリゴンじゃねえんだよな、欲しいのはな。サーナイトなんです。またキラが入っているが、頼む。ネタもんなんじゃな。どこでもコピーじゃねえよお前。わしが欲しいサーナイトにコピーしてお前来い、わしの元にな。悪くない。なんだこれ、後ろのカード。これなんだ、見たことないぞ。楽しみながら、よし来たー、サーナイト。トランスシェード、自分の番に1回使える自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを1個出し、バトル場の超ポケモンにつけるということで、ミュウツー EX デッキと非常に相性のいいカードとなっています。このサーナイトがあと1枚欲しいところじゃな。で、エレキテル連合からのチラミからの来た。これこれがなんだっけな、ほんちゃらかんちゃらカードっていうんだよな。で、なんかポケモンのな、世界を、このカードの中の世界を覗き込めるという、設定となっているということで、非常にね、こうかっこいいムービーが流れるんじゃなー。これイマーシブカードじゃな。なんちゃらかんちゃらカードって言ったけど、イマーシブカードっていうカードじゃ。いや、これ引けたのでかいわ。デッキにこのミュウツー EX 入れましょう。で、サーナイト、とりあえず1枚引けたんで、あと1枚やったらデッキはできそう。お、後ろにレアカードがしっかりと仕込まれている。不思議さじゃねえ、不思議花じゃな。不思議花 EX は、そこまで強いデッキにはならないとは言われていますが、まあやっぱいろんなデッキ使いたいんでね、こうやっていろんなカード引けておいた方が嬉しいんじゃなー。さあ、あとサーナイト1枚引きたい。頼む。メタモンなんじゃな。どこでもコピーじゃねえ。お前しょうもないな。アイレアカードなしということでパパパッと向いていく。さあ、レアカードが2枚ありそう。これは期待。お前もういいよ、メタモンお前。お前はな。助けて。もうメタモンお前はいいよ、卵だけ産んでてくれなあ、頼むからな。しょうもないんじゃな。とりあえずサーナイト1枚引けたんで、でこれだけ回してポイントがどれぐらい貯まったかじゃな。そのポイントが貯まるとパック開封ポイント交換で好きなカードと交換することができるんじゃな。だからこれでサーナイトを選べばサーナイト2枚目手に入るから、ミュウツー EX デッキはわし組めそう。確認したところサーナイト1枚あったらとりあえず OK で、ポイント交換も使えるんで、ちょっと夏目を引きに行こうか。夏目は最強の遺伝子リザードンから排出されるんじゃが、このパックからはリザードン EX やファイヤー EX など、結構環境で強いと言われているカードが引けるので、夏目を引くことを目指しながら、リザードンも引けたらラッキーという感じでやらせていただく。さあ、10パック開封。ピッピカチュー。いけるかな。さあ、拡張パックを開封していくんじゃな。よろしく頼むぞ。ピッピカチュー。あれ、光のオーラがないということは、あれもなんか引いてるな。はい。おー、幸先いいね、スターミー EX。悪くないんじゃないかい。幸先よく EX カードを引いていく。サンドパン、心森、雪はみ、たまたま、うつどん。リザードンデッキはね、初めて引くので、ほとんど初ゲットのカードじゃな。カツラじゃない、欲しいのは。欲しいのはな、夏目なんです。まあでも夏目ぐらいはすぐ引けてくれないと困っちゃうんじゃなー。ニャース、キラカードがあるエリカじゃないんだよなー。ギャロップ、すごい疾走感。めっちゃ綺麗だな、このイラスト。草原を駆け抜けるギャロップって感じやぞ。でもこんだけ炎ボーボーになったら周りのお花が全部燃えちゃいそう。さあ、6パック目。これはレアカードがないのでは。ワンリキ、バイユール、ユンゲラ。これ昔のイラストじゃな。すごい懐かしい。さあ、8パック目、裏にキラがあるということで。これイマーシブカードじゃん。あっちー。やば。みんな、ごめん。これは。神引きとさせていただくんじゃなー。うわ、海竜かっけー。みんな、これはね、もう、孫うことなき神引きです。こんなにイマーシブ引いちゃっていいんですか、わし。申し訳ないんじゃな。最初のうちちょっと引き悪くてね、このゲームの悪口言っちゃったけど、ポケポケは間違いなく神ゲーです。みんなもプレイするんじゃぞー。現金なお得なんじゃな。役でサンド、ヤドラン、心森、ニョロボンと。自分の都合のいい時だけ神ゲー認定するゲーマーの鏡じゃからな、わしは。さあ、とりあえずこれで、60パック終了じゃな。さあ、どんどん向いていこう。まだまだいけるぞ。60ポケゴールドで10パック開封じゃから。まだまだいけます。リザードンデッキは、当然人影、リザードと必要なので、必要になるパーツが多いということでブースター引いていく。まあでも本来の目的はそいつらじゃないんだよな。本来の目的は夏目じゃから。キラカードあるということで、きたー。オッケー。これで夏目が1枚引けたので、ミュウツー EX デッキは作れそう。ということで、まあリザードンせっかく引いたから、リザードン EX デッキ組みたいなということで、引き続きこのパックを向いてリザードン目指していくか。おー、いいね、人影。人影は2枚必要じゃから、いいよ、こういうおしゃれな人影。熱いと思うんじゃなー。さあ、4パック目はまた、キラカードが入って、あ、ギャロップか。ここ人影引けてたらな、完璧じゃったな。さあ、5パック目、あれこれリザードンじゃね？リザードンがファイヤーだろ、これ。来た、これ。あちー、ありがとうなんじゃなー。これでリザードン EX2 枚揃ったんで、実はこのリザードン EX デッキ、ファイヤー EX2 枚必要だから、そこが一番大変かもしれない。ファイヤー EX 引けたら、めちゃ熱。あ、ガルーラ。あ、なんかクソ高いガルーラなんじゃないの？イラストは。昔のな。さあ、ガンガンに向いていくが、リザードと人影が欲しいね。さあ、レアカード。ロコン、怒りざる、メルメタル。お前もな、ちょっと影薄いよな、最近な。もっと出しゃばっていけ。さあ、レアカードはない、夏目2枚目。剛力、あやめ、終わり。いや、まあ、とりあえず、かなりいい引きしてる。さあ、レベル11に上がっていく。で、レベル上がるごとに、その砂時計とかもらえるんで、それも利用しながら、開封していくといいんじゃなー。さあ、頼むぞ、ピッピカチュー。神引き来い。おったー。後ろいい感じのカード引いてるんじゃないのかい。スタミ EX2 枚目ということで、まあ、だいたい EX カードは2枚あったら、まあ、主軸は OK みたいな感じだから、これはありがたいね。なんか、これリザードンか？さっきの感じで言うとこれリザードンだな、多分。リザードン3枚目か。これだったらファイヤー EX 引きたかったな。ファイヤー EX をください。お願いします。どんどん欲張りになっていくぞ、わしがな。欲張りすじゃからな。夏目2枚目ということで、ナッシー引いていく。カツラ55とヤドン、怪力。だんだんもうなんか、剥くのが当たり前になって、剥くスピードがどんどん速くなってるね、わしね。ファイヤー EX ください。お願いします。あれ？あと、人影リザードが来ないんだが。リザード来てくれないと、リザードンデッキできないからね。ブースターとか被らせてんじゃねえぞ。お前、しょうもないな。はい。クチート、鬼スズメ、臭い花、ゲコ頭。これ絶対リザードンだ。もう分かるようになってきちゃった。お前、リザードン引きすぎ。これファイヤーに変えてくれ。リザード EX2 枚出すからファイヤー EX2 枚に変えて。そしたらちょっとね、熱いからね。違うんだよな。偏ってるんだよな、だいぶな。さあ、これで80パック目までいけます。いきましょう。わしは課金から逃げないんじゃな。頼むぞ、ピッピカチュー。神引き来いよ。ロゴンがリザード来たね。そう、リザードは必要なんで、はい、嬉しいです。キューゴン。エレザード。いい。ここまで来たら100歩譲って、もう EX はファイヤー EX だけやればいいからな。フーディン。そうじゃない。わしが欲しいのはお前らじゃないんだ。人影とリザードとファイヤー EX をください。夏目ちゃん意外と簡単に弾けるね。絶対欲しいから頑張って引こうみたいいらんかったわ。これなんだ？これファイヤー EX なんじゃないの？絶対ファイヤー EX だろ、これ。ありがとうございます。OK！ ファイヤー EX 引いていく。もうめっちゃデッキできるな。これどうなんだろう、多分。かなりいい引きできてるから。ぶっちゃけ1万円課金プラスリセマラで、ここまでしっかり揃うってのが人影、あち。あんまりないのかな、もしかすると。これ、本当に、封入率、うんちなんで、本来であれば。だから結構、当たり引けてる気がする。ということで、いいね、リザード1枚で、人影はもう絶対足りるから、あとはファイヤー EX1 枚、引いていきたいところじゃな。で、レベルが上がったら、またパック砂時計もらえるんでね。それでまた引いていくということじゃぞ。さあ、だんだん少なくなってまいりました。ポケゴールド。でも、こういうソシャゲってやっぱり課金してガチャ回してる時が一番心震えて楽しいよな。これが一番楽しいんだよな。マンキー、エビワラ、タタツコ、臭い花。ふざけんなよ、マジで。どんだけ臭いパックなんじゃ、これ。ハギギシリ、エレザード、マンキー、カブト。あれ？さっきまで神引きだったのに、急に息を潜め始めたぞ。大丈夫かな？これ80パック目のはずなんじゃが。これ？どっちだ？スターミーか、ファイヤーだな、これ。ファイヤー EX だったら熱い。お前かい。拳ポケモンだわ。メガトンパンチ拳でポケモンな。お前か。そうか、お前もいるんか。そう考えると、この中からファイヤー EX を引くのってやっぱり結構大変じゃよな。まあ、そのためにポイント交換があるんじゃろうが、ポイント交換のポイントがEX カードは500ポイントなんで、めちゃくちゃガチャを回さないと引けないということで、あ、ひどすぎる。よりによってリザード来ねえの何しとるな、お前。カブトプスじゃねえぞ、お前。化石に戻れ、お前。しょうもないな。終わった。終わったが。ちょっとピカチュウまで行きたかったけど、ピカチュウまで行ってる余裕なさそうじゃな。リザードンで終わっちゃいそう。本当は全パック引いてみたかったけど、あとファイヤーとリザードが来てくれれば、ピカチュウに行ってもいいんですが、これはなんだ？いや、これはファイヤー。間違いない。これはファイヤー。こっちみんな、お前。何も言わずにスワイプしてやったぞ、お前。こっちみんじゃねえよ、お前。ゴールダックなんじゃなー。これはなんだ？人影とか来てくれると嬉しいけど、いやー、それなんじゃなー。おしゃれ。エモいイラストじゃなー。あ、まただ。人影、お願いしまーす。おー、いいね。熱いよ。これで、リザード EX デッキの人影、おしゃれなのを2枚入れられることができます。ということで、じゃあ、頑張って、引いちゃうか。ファイヤー EX なー。おしゃれカード。おしゃれカードということで、カイロス。むちまじに喧嘩してるんじゃなー。醜い争いじゃなー。当たりカードなしということで、さっさと流して、ゆぐー。はしょうもないんじゃなー。さあ、9パック目です。いやー、しょぼい。しょぼすぎる。まだつぼみドード、メルタン、ユンゲラー、カブトプス。いやー、10回開封、10連すると50ポイントもらえるから、100連すると500ポイントで、100連で EX ポケモン1枚と交換じゃな。大変すぎない？さあ、100パック目ぐらいだと思う。もう数え忘れちゃった。おそらくこれが100パック目ぐらいだと思います。あ、そうだね、600何本あって、で、60ずつ使っていくわけだから、多分これが100パック目ぐらいじゃな。ほい。これファイヤーだろ。いや、わからん。ファイヤーかスターミー。いけいけ。ファイヤー来い。うわ、スターミーだった、やっぱり。なんかファイヤーかスターミーどっちかだなって思ったんだよな。頼む。お願い。ファイヤーください。ファイヤーがあれば、わしは生きていける。お、リザードいいね。これでリザード2枚目じゃから、あとファイヤー EX が1枚来れば、リザード EX デッキが組めるということじゃな。いや、全然来てくれていいけどな、門面2枚連続ってお前、これカードゲームとしてどうなん？カードゲームって大体かぶり入ってないけどな、パックにな。そこら辺ちゃんとしてもらわないとね、これカードゲーマー怒っちゃうぞ。8パック目。これリザードンだ。絶対リザードン。もうね、この左のね、リザードのね、マークの横のこの緑色とオレンジ色、これリザードンの翼の色なんじゃよな。わかるようになっちゃった。臭い花。なんだ今の演出。あ、なんか別になんかすごいパック引いたってわけではないの。あ、なんかそういうものらしいです。よくある演出らしいです、これは。はい。なんか全てのカードがキラーのパックがあるんじゃが、それ引いてみたかったな。さすがにそんな甘いもんではないということで、とりあえず100連ぐらい終了したと思う。とりあえず705ポイント手に入れたので、ファイヤー EX を交換して、サーナイトのレアを交換すれば、デッキは2種類できるから、まあ、ピカチュウ行ってもいいのかなっていう気がするな。なにアイテム不足。パワー回復の待ち時間短縮に必要なアイテムが足りていません。本日のポケゴールド使用上限に達しているため、ポケゴールドの使用もできませんということで、なんとこのゲーム、ポケゴールド1日720ゴールドしか使えません。しかっていうのもおかしい話なんじゃが、だいたい15000円ぐらいかな。これ、使っちゃうと、まあ、720ポケゴールドね、使っちゃうと、今日はもう課金できませんよと言われてしまいます。そして、更新されるのが、まあ、午後の15時ということで、15時になったらまた課金できるようになるんじゃが、まさかの、課金制限ということで、この手のゲームではちょっと珍しいんじゃないかなと思いつつ、まあでも、結構神引きできたし、わしの中で今回良かったんじゃないかなと思います。ということで、いかがだったでしょうか？ポケカポケット、略してポケポケ、課金ガチャ動画、ねえ。まあ、1日引ける数があるという制限があり、さらに封入率もかなり厳しいということで、デッキを作るのとても大変なので、本当にリセマラは推奨します。リセマラでそのデッキを組むためのパーツをとりあえず集めて、そこからね、課金する人は課金して、課金しない人は、まあ、1日2パックとか、していただいて、カードを集めていくっていう感じにしていただければなと。思います。ということで、本日は神引きで終了ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞー。ピッピカチュー。